いやみんなこんにちは、どうもくんひろです。ですね、アイドルマスターの実況の仕方についてちょっとねまた変えようかなと思って、まあ、ここ数日悩んでおりましたが、あのね、音源はつけて実況してもいいんだけど、その権限をその音源の会社さんに渡さなきゃいけないっていうか、まあまあいろいろその辺は説明難しいんだけど、まあ大雑把に言っちゃそういうことなんだわ。で、そうすることによって何が生まれるかっていうと、その公開地域がね限定されるんですよ。おそらく日本は OK なんだけど、俺の実況ね、いろんな国の方が見てくれてて嬉しいことに。で、どこだったっけな、ちょっと国は忘れちゃったんだけど、アイドルマスター続きまだですかっていう感じでねコメントをいただいて、もう本当に待ってくれてる人がいるんですよ。で、まあ開いちゃって申し訳ないんだけども、その人の地域がちょっと見れなくなっちゃうと困るので、ライブはカットもしくは別パートに、出して、でストーリーを展開をしていくのは普通に実況してってっていう感じで進めていきたいと思います。で、まあキャラクターが安定してきたらもうライブパートは思いっきり省いちゃって、でおそらくこれの最終目標がでっかいステージでさライブするっていう感じだったじゃん。そこはみんなと一緒にやっていこうかなっていうつもりでやってます。まあ、とりあえず音源はカットか別パートに、やるっていう感じでいきたいと思うんで、よろしくお願いします。わかる？ご理解できましたか？ちょっと俺の説明下手ですまん。よし、じゃあ行きましょう。とりあえずミキちゃんの1万円ぐらいは残しておきたいね。で、今思ったんだけどさ、俺いつも遅延のある画面でやってたからタイミングがちょっと遅いんだね。 0.2 遅延遅かったじゃん今まで。そういうことだったらしいよ。準備はできましたか？お、さて準備はいいかな、出発するぞ。それじゃあみんな、ちょっとライブ行ってきます。ちょっとこれ、この絵やばいだろこの絵のユキホが可愛すぎてやばいだろライブ行けねえよ全然俺。みんなただいま、戻ってきました。ライブ大成功、ボーナス通りだって。わざわざありがとうございました。お、ブロンズカード？なんだろう。いやーいいね、なんかライブいいねライブいいんだけど乗せれないソロ、ディオ、トリオ、それぞれ違った魅力があるな。そうだね、どうかな、レベルアップだね。ユキホはもうレベル3だよ。ファンの人数が400いった。うおー、すごい。で、どんどん、あ、プロ解放されました。そう、難易度がね、どんどん上がってきましたよ、曲の。プロデューサー、ミキもう寝るね。仲良しの布団が呼んでるの。ああ、ゆっくり疲れをとって、また来週から頑張ろうな。うん、来週になったら考えてみるね。寝れなかったら、おにぎり数えて。おにぎりなの？言っちゃったよ。ご苦労様、今週のトリオライブは素晴らしかった。君のプロデューサーとしての可能性を確認できたよ。君にはより一層我がナムコプロのために貢献してほしいと考えている。そこでまさか4人目を。いや、あれ、今の君に担当してもらいたいアイドルは3人だ。ただうちのアイドルは3人だけではないからね、うん、だよね。来週からは我がナムコプロが誇る13人のアイドル全員にこの合宿に参加してもらうつもりだ。お、いいね。お世話はいいんだ、5人じゃない。でもなんかね、ユニットの欄にね5人まで入れれる枠があったんだよね、うん、共同生活を通して競い合う心、支え合う心を皆に学んでほしくてね。それにこの合宿はナムコプロの命運をかけたプロジェクトだ。ほう。
狭いなどとは言っていられないよ君。いやもう13人がここに集まったら天国だよ。命運のことは初耳な気がしますが、わかりました、頑張ります。理解してもらえて嬉しいよ。ということで君の貢献に期待する話に戻るわけだが、来週10人のアイドルたちが1人ずつ合宿所に到着する。そこで君に出迎えを頼みたいというわけだ。一斉に来るわけじゃなくて10週に分けて。なるほどなるほど。これであれだね、出会いイベントもちゃんと回収できるわけだ。よろしく頼むよ。アイドル諸君は皆個性的な魅力に満ち溢れている。楽しみにしてくれたまえ。最初誰が来るんだろうな。選べるのかな。来週からは一気に10人のアイドルが合流か。本当に逃げ、あれ来週から10人、あ来週から一気に10人か。ちょっとわかんないけど、まあやってこ。やってけばわかる。お、メール来てる、メール来てる。トリオユニットについて。ん？さて、今週急には3人目のアイドルのプロデューサーを任せ、トリオユニットとして活動がスタートしたわけだが、手応えはどうかね。ユニットはリーダーとパートナーで構成される。今後は様々なライブを受けられるようになるが、やはりリーダー一人の力では達成困難になることもあるだろう。一人は二人、二人よりも三人の力を合わせることで、よりステージで輝くことができるだろう。みんなの力を合わせてトップアイドルを目指してほしい。それと楽曲についてだが、あそうそう、これ気になってた。プロデューサーランクが一定以上だったら新たな楽曲を提供していこうと。ああそういうことね。それで解放するんだ。お、次はライブの前にお話した準備。ああはいはい、この辺はね、まあ保管なんでいいでしょう。さあ朝になって誰が来るかな。選べるのかな。それだと嬉しい、すごく嬉しい。あ、でもそれだと最後に選ぶのがちょっと酷だな。おろ、あ、全員来たね。で、一人ずつお迎えをするのかな。え、なになになに、全員来たじゃん。うわー、マジで賑やかになった。やばい、こっから本番だよ。いいねー。いや、ミキちゃん寝てる。10人のアイドルを1人ずつ出迎え、ついに合宿所にナムコプロのアイドル全員が集合した。みんな集まってくれたようだね。あ、もう出迎えちゃったの。現在3名のアイドルを担当してもらっているわけだが、うん、いずれは13名全員を担当してもらうつもりだ。すごく荷が重いです。全員を。もちろん今すぐにとは言わないよ。君の経験や実績を私が見極め、徐々に増やしてもらおうと思っている、うん、私とて鬼ではない。無茶は言わないつもりだから、そこは安心してくれたまえ。君が担当する前でもアイドル諸君には合宿場を拠点に自主的な活動をしてもらおうと思っている。共同生活を送ることでお互いの理解も深まるだろうし、プロデュースの参考になることもあるだろうからね。なるほど、わかりました。彼女たちとも早く打ち解けて、経験も積んで、ご期待に添えるよう頑張ります。その意気だ。ああ、せっかくだから、アイドル諸君にその意気込みを伝えるといい。いい刺激になるだろう。そうですね。では早速。あ、もうみんないるの？いきなりで不安もあると思うけど、いつかみんなが、全員がトップアイドルになれるように、全力でプロデュースしていってしょ、ちゃう。だからよろしくお願いします。3人じゃん。13人じゃないの。いやー、ちょっと13人でイベントこなしたいな。ようやく落ち着いたかな。実は一気に全員を集めた理由は他にもあって、ね、オールスターライブ、今週はオールスターライブを開催してもらおうと。おー、やりたいやりたい、見たい。オールスターライブは我がナムコプロのアイドル全員で行うライブだ。まさに夢の一大イベントなのだよ。詳しい説明はおとなしくんから聞いてくれたまえ。よく聞いておくようにね。それではオールスターライブについて私からご説明しますね。何何何、どんな感じ。春、夏、秋、冬、それぞれの季節の最後の週に開催されるライブです。それぞれの季節の最後の週、決まってるんだね。はい、オールスターライブの開催週になると
オールスターライブが選べるようになります。そして実はオールスターライブにはなんと2種類あるんです。2種類というと、メドレー形式で行うライブと3曲続けてステージを行う形式のライブの2種類です。うわー、どっちがいいんだろう。今週はメドレー形式のライブを開催します。もう決まってんのか。詳しくは私がまとめたこの小鳥ちゃんメモに書いてありますから確認してくださいね。可愛いね、小鳥ちゃんメモ。ん、これか。おお、全員だ、全員全員。立ち位置は自分で変えれるんだ。うわー、でもな、これ王道にしたいよね。なるほど、よくわかりました。よかった。オールスターライブはナムコプロみんなのお祭りみたいなものです。一緒に盛り上げましょうね。これ絶対楽しいじゃん。説明は一段落ついたようだね。理解は進んだかな。うん、進みました。おとなしさんが教えてくれましたからね。結構結構。ではそんな君に私からもプレゼントを送らせてもらおう。何何何？オールスターライブメドレー用の楽曲を申請する。これでオールスターライブを盛り上げてくれたまえ。これはライブ楽しみだな。キラキラいっぱい、ウェイウェイウェイ。ではいよいよ、どんな楽曲？オールスターライブに向かうとしようか。さあライブを選んでくれたまえ。もう早速ライブですか。ほう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 。じゃあライブになったら次のパートに行こうかね。はい、まだね、選ぶとかここしかないんですよ。本当にまだチュートリアル。クイヒロスーのおっせえなと。ね、本当にそうですよ。のんびり行こう。じゃあちょっとやっていこうかね。まだ始まらないよね。多分こっから会話がちょっとあって、かな。よし、今日はライブだ。気合入れていこう。すげえ、みんな勢ぞろいじゃん。眠そうだな、おい。めちゃくちゃ眠そうじゃん。いや、この二人、この二人。必須必須。いよいよオールスターライブの幕開けか。アイドルたちもきっと緊張してるだろうな。心配ですか？心配だよ、もう。読まれると全然違う模様ですから。規模か。模様じゃねえよ。そういうことならプロデューサーさんだけでも自信満々になってもらう必要がありますね。そうだよな。俺がもう一度セッティングを確認しておきましょう。はい。ノンストップメドレーで盛り上がるライブを想像してコーディネートや登場する順番を練ってみてください、ね、あ、そういうこと。なるほど、わかりました。やってみます。これ結構重要なんじゃないの。あー、でも、ま、とりあえずはだな。あー、どうしよう。何これ、どうすりゃいいの。あ、ファースト、セカンド、サードって書いてある。俺のチャンネルじゃないよ。俺のチャンネルじゃないよ。この順で出てくんのかな。あ、そう。え、どうしよう。とりあえずは、このまま行っちゃおうかな。こうするとかも、あ、できるんだ。ちょっと待って、じゃあ変えよう。うわ、どうしよう。どうしよう、これ。迷う。こうだな。どう？こうしようか。こうしよう。こうしよう。こうしましょう。うん、こうしよう。これでいきたいと思います。で、ユニットを選択して戻る。で、コーディネートもあるんだよな。おー！これセンターも変えれるんだよな。コーディネート。これは、まだ増えてなかったかな。確か。だね、増えてないね。なので、まあ、このまま、全部付けで行っちゃおうかな。ということで、クーヒロ、ライブ行ってきます。ついにオールスターライブの時が来たな。準備できてるか、ユキホ。すごく怖いです。緊張して逃げちゃいたいくらいで。てかステージがでっけえな。
アンプもさ、もうマークがこれ自社のやつになってんだよ。あ、そうそう。うん？何？最後にちょっとしたことなんですけど、うん、オールスターライブ開始前にみんなの気持ちを一つにするため号令をかけてみませんか？いいね、やろうやろうやろう。号令ですか？ほら、ナムコプロファイトをおーっていうあれです。絶対気合が入りますから。いいじゃん。しかも何これ、タッチパネルでできんの、やべ、楽しいぞ。それじゃ温度はリーダーのユキコにとって、え、大丈夫か。ちょっと楽しみだな、どんな感じになるのか。そろそろ時間だな、ユキコ、リーダーとしてご礼頼むよ。はい、それじゃみんな精一杯力一杯頑張ろうね。目にものを見せてやりましょう。気を引き締めて行きましょう。来た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 。ナムコプロファイト。おお、このタイミングで良かったのか分かんないけど。みんなの呼吸はバッチリだな。そのままステージへ。やべ、ちょっと感動しちゃった俺今の。今ので感動した。ああ、なに？お宅の社長さんから届け物？社長さんから。ありがとうございます。お、うわあ、もう、かわいい衣装ありがとう。本当に嬉しい。お、ワンダーリーナが使えるようになった。ちょっとちょっとちょっと、どんどん成長していくじゃん。オールスターライブの達成感は別格だな。よし、今週のまとめをっと。どう、ユキコ、600人いった。え、600人から1400。違う違う、1000人アップしたよ。すげえ。ってことはみんなも、あ、みんなも300人ぐらい増えてる。がっつり増えてるよ。ちょっと、お金は全然もらえないんだな、あんだけやったって。よっしゃ、プロ解放された。初オールスターライブお疲れ様。お疲れ様です。なかなかの反響だったね。この調子で頑張ってくれたまえ。いや、マジで、うわ、嬉しかった、楽しかった。ここで君に大切な話が。大切な話？今回開催したオールスターライブは、うん、ナムコプロ全員で盛り上げたわけだが、うん、今回この合宿をより良いものにするため一つの目標を用意している。ほう、目標とは？アイドル一人一人がソロでもあの規模の会場を盛り上げられるように、彼女たちを育ててほしい。マジか、これは相当レベル高いぞ。そう、一人であの大きな会場を盛り上げるライブ、名付けてエクストリームライブだ。うわー、一人であんだけ集めたらすげえと思う。エクストリームライブを大成功させる実力がなければアイドルとして名を残すのは難しいだろう。まあ、そうだよな。それはまた最終的な目標であるトップアイドルには届かないということを意味する。いや、トップアイドルって大変だね。つまりトップアイドルを目指す以上、エクストリームライブは避けて通れない関門ということですね。そういうことだ。トップアイドルを目指すためにもエクストリームライブを大成功させること、これが私が君に課す最終目標というわけだ。君、彼女たちをよろしく頼んだよ。だんだんね、プレッシャーがちょっと俺ワクワクに変わってきたよ。君ならば安心だ。私の直感がそう告げているからね。さて、最終目標はエクストリームライブなわけだが、当然すぐに開催できるものではない。当面はアイドルのアイドルランクを上げることに専念したまえ。一歩ずつ前に進んでいこう。そうだな、ユキホですら今1400人だもんな。いや、1400人でもすげえけどな。そう、アイドルランクは
そのアイドルの格を端的に表す目安のようなものだ。アイドルランクが高くなればなるほどアイドルの知名度は上がり、より規模の大きなライブを開催できるようになる。そしてそのアイドルランクがエクストリームライブ開催の目安となるのだよ。アイドルランクが B になればエクストリームライブを開催する資格はある。そう考えていいだろう。アイドルランクを上げていくと、これもまあゲーム内の説明っぽいね。そうそう、ライブかな。まずはライブを繰り返してファンを増やしたまえ、ファンを増やすことでランクアップライブに挑戦できる。そんなものが。それぞれのランクアップライブを開催できるよう私の方で準備をしておこう。わかりました。ではまずアイドルと一緒にライブに励みます。そうしてくれたまえ。当面はランクアップライブを目標にするのがいいだろう。大きいライブほど効果も大きいんですよ。ファンもたくさん集まりますからね。なるほどね。ライブをこなしてファンの人数を増やしてランクアップイベントライブに挑む、成功すればアイドルがランクが上がってより大きなライブに参加できる。その通りです。ランクアップを繰り返していつかはエクストリームライブ、そしてトップアイドルに。これって何週にわたってやるんだろうな。期待しているからね。それでは来週もまたよろしく頼むよ。よし、まだまだ先は長いけど目の前の目標に向かってアイドルと共に頑張っていこう。なんかね、噂によると10時間ぐらいでクリアできるらしいんですよ。今日もお疲れ様でした。お疲れ様です。それから私も、お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうかしたんですか？いえ、ちょっとプロデューサーさんに渡そうと思っていた資料をまとめていて。あ、今？それがちょうど終わったところなんです。そりゃマジでお疲れ様だわ。説明できていなかったプロデューサーのお仕事について一通りまとめておきました。おうおうおう、お直ししてレベルアップなんだ。お、同じ衣装やアクセで持っているときはお直しをして。あ、はい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 、はい、レベル、その、なんつうの、衣装とかのランクが上がるのか。仕立て屋さんだって。あー、そういうことね。あ、で、ブロンズカードとかあるの？え？へー、なんかいろいろあんだな。あ、全部解放されるのか、次は。ほう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 。で、あ、これ持ってるやつだね。うわ、すげえ。ちょっと、こんな衣装が。アピール値が減少して。あー、なるほど。はい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 。着こなしランクっていうのがあるみたいな。だからちょっと、奥が深そうだね。この辺は結構後半になってくるにつれて、なんか、重要になってきそうな気がすんな。こんなに分かりやすい資料、なんというか。気にしないでください。プロデューサーさんのお手伝いをするのが、私の仕事ですから。これからもお手伝いさせてくださいね。それじゃ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。期待してくれているんだな。おとなしさんも市長さんもアイドルたちも。お疲れ様です。おやきょう、あの、まだお仕事ですか？いや、もう寝ようかと。また来週頑張ろうな。はい、頑張ります。それじゃあおやすみなさいです。毎回あれなんだね、一人と会話してメールしてみたいな感じかな。社長だな。やっぱり。そろそろ女の子とメールしたいけど、多分女の子とメールするには課金しなきゃいけないんだよね。そういうことじゃないかな。まあ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 。あ、まずはランクを E に上げることから。A まで行くの。S まで。SS まで。あ、小鳥様も。社長も言ってましたが、オールスターライブはナムコプロ全員で行うライブですから、見てる私たちも気合が入っちゃう。そうだね。アンコール、アンコール楽しかったな。お、衣装とアクセサリー。あ、この辺は、まあ、いいかな。読んどいた方がいいかな。ファンアップのプラスもあるんだ。これ重要だね。こんなところか。さて、俺も休むとしよう。これね、終わり時がわかんないっていうね。セーブできるのがライブの前だからさ。ここでセーブできるかな、もしかしたら。いや、朝からいい眺めだな。桜も舞って、わあ、素晴らしい。おはよう。先週はオールスターライブ
ご苦労だったね。あ、社長、おはようございます。社長元気だね。今後のスケジュールについては、うん、君に一任するつもりだ。だからその前に、その前に毎週のライブのほか営業やレッスンについても君から指示を出してもらおうと思って。そんなことが新しいの出てきた。営業とレッスン。そうだ、アイドルを育てていくにはこういう地道な活動も大切なのだよ。まあ、確かに確かに。実際には毎週必ず行う必要はない。君に余裕がある時にやってくれればいいからね。わかりました。アイドルのために必要なことなら何でもやります。そう言ってくれると思っていたよ。早速詳細についてだが、おとなしくんお願いできるかね。おとなしくん仕事多いな。はい、では今から営業レッスンについて詳しく説明しますから、よく聞いていてくださいね。はい、よろしくお願いします。さあ今日でチュートリアルは終わりかな。プロデューサーさんにはこれからリーダーのアイドルの営業やレッスンをしていただくことになります。ほうほうほう。まずは営業レッスンを選んでください。やっと解禁されたね。今表示されているのが営業レッスンのお仕事です。プロデューサーさんはこちらから今週の営業やレッスンを選んでもらうことになります。営業やレッスンは週にどれか一つを行います。あ、営業やレッスンを選んだ週はライブはできませんからね。そうなの。つまり一週のうちにできるのはライブ、営業、レッスンのどれか一つ。結構きついな。営業には通常営業と資金営業の2種類があります。資金営業。通常営業はクライアントからオファーが来るお仕事です。アイドルごとにいろいろなお仕事があります。資金営業はマニーが必要な営業のことです。ナムコプロがアイドルを売り込んでいくお仕事になります。通常営業に成功すると報酬としてマニーが、資金営業に成功するとファン人数が増えます。あ、どっちがいいんだろうね。どちらがいいか状況に合わせて選んでくださいね。お金よりファンの方が。レッスンではアイドルの実力を上げられます。ほう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 。どのお仕事をするかはプロデューサーさんの方針次第です。レッスンの内容についてはそれぞれのレッスンの前に改めてご説明しますね。通常営業はマニー、資金はファン。今回は初めてなので、うん、初めての営業を選んでもらいたいんですけど。そうだね。その前にこちらの小鳥姉さんの初めての営業指南書を見ておいてください。なんか名前変わってる。おお。ね、はいはいはい、さっき言ったような感じね。これで説明はおしまいです。それではプロデューサーさん、実際にお仕事を選んでみましょう。そうですね。じゃあ行くか。これさ、まあ確かにライブ週1もきついよな。でどうなのこれで、これで行けんのかな。ほうほう、出発しちゃう。あー、どうしよう。一旦これセーブしとこうかな。セーブしといて、あ、何、終わっちゃう。終わらないよね。セーブしといて、で行きましょう。で途中で終わろうかな。キリがいいとこね。さてプロデュースを始めてから初めての仕事だな。一緒に頑張ろう。大丈夫大丈夫、失敗したって買わないくらいの気持ちでいこう。優しいな俺。でもやっぱり失敗はしたくないです。初めての仕事でプロデューサーに見放されたら。見放すわけないだろう。とにかく気楽に頑張っていこう。あの今日はよろしくお願いします。おお、キサさん、雑誌社からの取材か。ほうほうほう、どんな話すんだろう。私、声が小さいのもあって誰も話を聞いてくれないのが日常っていうか、そんな感じなんですけど。なるほど、興味深いですね。ユキコが話してる間に俺はページ数の交渉だ。そんなんの。なにこれなにこれ。サイコロを投げて営業ノルマを達成しよう。営業では営業ノルマを達成することを目標とします。うん。 R2 でサイコロを振って成果を上げる。へえ、なにこれ。え、サイコロの目が大きいほどサイコロの数はアイドルとの思い出の数によって変化。
ほう、そんなのあんの？何これ、しかも、サイコロ投げた後で交渉、調節することができます。調節の間は、なるべくサイコロの目が大きくなるように、ワイヤレスコントロール揺さぶって、嘘？マジで？ちょっと変わってるね。すげえ。フリフリすんな、コントローラー。さあ、行け。どれくらいの希望ですか？じゃあ1、揺さぶれないよ、ちょっと待って揺さぶれないんだけど、するする揺さぶろ、うわー落ちてった、ちょっと待って、めちゃくちゃむずいやんこれ。あ、666665にしとく、いや666、あーやばい、欲張った、あくんひろ欲張った結果がこれだよ。ちょっと待って、やり直して、あんまり過去の、そう、やめとけやめとけ最悪だ、ごめんユキコ、全然ページもらえなかった、こんなインタビュー頼まない方がマシだ、ごめん、欲張った結果これではめっちゃむずい、あれちょっと傾けてもめっちゃブイーンっていっちゃう、超むずかったまとめることねえだろこれ、マジかよ。はい、ということで、今日はこの辺で終わっておきたいと思いますやらかしましたね。はい、次回もご視聴よろしくお願いします。それではバイバイ。